が壁スローって言って左手の下からボールを投げます。 OK？ 左手の下からボールを投げます。ここに壁ができたんです。で壁を作ってパンと弾くんですけども、さあいつもここでやります。沖縄には川がありますか？ありますか？川で石を撫でたことありますか？ある。で川で石投げてポン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 って飛ばすやつやったことある？ある。あ、すごいですね。今も川で石を投げれない、地方もあります。だからそういうところが沖縄県の能力の高さにつながってるでしょうね。石をね、こう河原でシュッと投げたときにポンポンポンで飛ぶ、何回こう飛んでいくかって、あれでしょ、来たことですよ。何回こう来上がって水面を弾いて飛んでいくかって、あんな競争とかやるよね。あの時の使い方、これが実は綺麗にスナップがかけれてるということなんですよね。そしたらね、多分沖縄の子たちはできると思うんだけど、足の下いくよ、この下からシュッとボールはこういうことできますか？ちょっとやってみる。ちょっと周りの人に気をつけて、足の下からボールをシュッと投げてみて。足の下からシュッと投げて。はい、できるだけ。